今日の夜ご飯作っていこうと思います。サービスエリアで買ってきたこちらつけ麺ウエズさんかな。このね、容器の色からも分かるようにですね、あの千葉県松戸にあるね、富田で修行した方が新しく店を開いた山梨県にあるそうです。いや、これね、ちょっと買ってしまいました。コッコですよ。もう静岡県が近づいてきたということで、まあ、今日のデザートと、あと明日ね、競馬場のおやつでも食べたいと思います。いやー、素晴らしい麺ですよ。この小麦感、ではつけ麺早速いただきたいと思います。富田と一緒だったらかなり期待できるんですけどね。ちょっとスープからいってみます。あー、富田だ。あ、富田すごい、再現度すごい。いや、すごいわこれ。あ、うま、やばい、スープだけでいける。そしてこの富田流の極太麺、これはうまいだろう。うまっ。いや、これは買ってよかった。お土産シリーズでこんな、ここまでのクオリティはやっぱ妥協の許さない富田だからな。今日ね、愛知県まで行こうと思ってますんで、まだ2時間ぐらい運転しないといけないということで、飛躍プラセントップ駅で、これほんまに疲れ取れるんですよね。1本1000円ぐらいするんですけど、ちょっとね、旅の疲れはプラセントップ駅で一気一気つやー、キンキンに冷えてやがる。よし、もうちょっと運転していきます。
明日も競馬場に行きますんで帯チャレンジをしていきたいと思います。帯チャレンジとはですね、チャンネル登録者数を軍資金にしてですね、100万円になる馬券を当てようという無謀な企画でございます。なのでだいたい今チャンネル登録者数がね2万人いますんで、明日はこちらの2万円を使って馬券を買っていきたいと思います。この前みたいにね、ちょっと当たったらね、困るというかね、持って帰ると大変なんで、こちらのね財布を召喚します。もう競馬のね元ジョッキーが作っている革メーカーの財布なんですけど、なんとですねお札が100枚まで入るということで、もう帯を当てても困らないという画期的な財布でございます。なのでね、まだちょっと今2枚しかないですけど、100枚になっても持って帰れるという財布になります。でね、この帯チャレコレクションもねファイルしてね、これはね当たったやつは写真をねカラーで印刷しました。これが当たりましたよっていう、前回の放送でねちょうど当たったと思うんで、こうやってね点々と東京競馬場、金沢競馬場、オープス中郷で川崎競馬場と、まあこういうねいろんなところの競馬場をコレクションしていきたいと思います。この鈴木翔太の PDF 新聞、この帯チャレをねもう企画にしちゃおうと、新聞のね企画にもしちゃいました。中京競馬場の帯をね獲得していこうと思います。いやーでもいかんせん2万円しかないんで、2万円を100万円にするっていうのはもう50回に1回当たればいいんで、まあ、あと50回当たんない可能性があります。いやーちょっとねもう少しちょっと今日買い目を考えていこうと思います。ちょっと時計がかかるババで、このシャインユニバンスとヒットザシーンっていうのがね結構、特にこのヒットザシーンはもう完全にね兄弟みんな時計かかった時強いんで、ちょっとね明日の朝雨の影響がどれぐらい残ってるのか、まあ、それによってねこの12レースにしてもいいかなと。もうね寝る準備したんですけど、ちょっと電気毛布で初めて使うんで、ちょっとどんぐらいねバッテリーかかるのかちょっと調べてみたいと思います。まあ強中弱あるんで、じゃあまず今日にしてみようと思います。 90W、80W ぐらいですね。ちょっとじゃあレベルを下げて中にしてみましょうか。中でもあんま変わんないですね。なんかもう小さい弱、極端だな、 1W って弱すぎるとダメなんかな。まあ、とりあえず今日はもうぬくぬく確定なんで、温まりたいと思います。気持ちいい。今岡崎というところにいるんですけど、競馬場までこっから30分ぐらいで行きますんで、サービスエリアのシャワー入って、で朝競馬場に繰り出したいと思います。ならおやすみなさい。シャワー浴びてきました。200円で9分、まあ、ただねほんまにシャワーがあるだけなので、タオルとかシャンプー、リンス、あとねここドライヤーもなかったんで、他のねとこはドライヤーはあったんで、まあ、電源はあるんで、最悪欲しい人はドライヤーも持参しないと、ちょっと女性の方とか特にね大変だと思いますんで、じゃあちょっとゆっくりしてね競馬場向かう準備していきましょう。ちょっとね着替えたいんで、着替えるのにちょっと狭いんでね、着替える時だけポップアップ開けて天井高くしたいと思います。馬主席というところに行くのでドレスコードが必要です。もうスーツをね実は車に積んでました。ポップアップあると立てるんで、立って着替えられるっていうのはめちゃくちゃ大きいですね。
目的地に到着しました。案内を終了します。本日宿泊する AB ホテル豊田元町店になります。こちらがですね、なんと一泊今回3000円で、駐車場も込みで、なんと朝食と夕食もついてるという、非常に豪華なホテルになります。なんで3000円かというと、豊田市が半分負担してくれると、で、まあ、それで3000円で泊まることができました。というわけでね、ちょっと慌ただしかったんですけど、中京競馬場行ってきました。でね、肝心のオビチャレ知ってきたんですけど、トゥルン3連単2等軸、これね、5番人気となんか10番人気ぐらいの2等軸だったんですけど、いやこれいやまあ結果から言うとね、まあ、失敗ですよ。ここに馬券があるってことは失敗ですよ。ただめちゃくちゃね、惜しくて、なんかね、3着5着かな、残り 100m ぐらいまでは当たってたんですけど、いやー悔しい。はーくそー。無料の夜ご飯食べていこうと思います。いやかなりね、雨降ってて、もう外出るのもめんどくさいんで、いやほんまにこういう時夜ご飯があるってめっちゃ助かりますね。